古市城は奈良県に存在した中世の日本の城。奈良市古市町に位置し、城跡は奈良市立東市小学校の高地となっている。当初は約15200メートルの広い大地にあって堀を巡らせ、後に谷を隔てた南方の狭い丘陵も上地とされた。大地と西側の観光集落が結合して、総構えを形成していた。 最大時には五朝四方で、南北西三方に、各門があり、その大手を延命寺口といった。主要建物の屋根は板吹で、それ以外は茅吹き等であった。主要建物の壁は白壁で、それ以外は土壁等であった。東場を拠点とした古市市は、1320年代より、資料に登場し、室町時代には、幸福寺大上院の傍人として、 有力な存在となった。古市兼江線は、文安元年の幸福寺を二分する騒乱では、強覚に従って、東条から筒井氏と退治し、筒井氏に代わり筒井氏に代わり首都の投領となるとともに、諸家の反抗を抑えた。文安4年には、奈良を追われた強覚を、半ば強引に、腰に移し、続く古市陰影は、王仁の乱に関わるとともに、 一族、家臣の統制を強化して、権威の回復に努めた。古市住種の第二前世を迎える時内に堀や馬や風呂などを設け、レンガや茶の湯が模様された。明王六年に筒井勢に敗れて落城し、城は破却された。同八年に細川正元の支援で、住種が復帰して、翌年に城を再建したが、永生元年に再び落城した。 翌年さらに再々立てされ、同5年に墨種が廃止すると、後継の大焼け種は上域の中心を南に移している。天文12年に筒井巡航に敗れた際、城は古市市によって焼かれ、さらに城石の畜木が切り払われた。古市市の末裔。ありがとうございます。